ありがとうございます。ちょっとね、せっかくなんで、せっかくなんで、みんなで販売したいなと。これあれですからね、メチルアルコールですかね、我々が入ってるの。いや、そう、面白いんですか、それ。面白いよ。面白いですか、それ。じゃあ、お酒を持ってる人も持ってない人も、一緒にね。では、今日の港神戸酒フェス2016の、盛り上がりと、これから無事に終えれますようにというね、ものを記念して、はい、行きますよ、みんな、乾杯！乾杯！終わってからにしましょうね。はい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 、ね、無事に終わりますように。ありがとうございます。はい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 、本当にですよ。はい、じゃあマシどうした？まあマシラこうやって3人で今登場してるんですけれども、はい、本来神戸清盛隊は7人おりまして、はい、本日はこの重盛とのシリーズとのマシ厚盛3人で来たわけですけれども、はい、そうそう。ね、3人のステージは久々ですよね。いつぶりですか？もう何年ぶりとかでしょ？だいぶ、あ、そんなこともないか、だいぶ、まあ、分からんけど、ね、とりあえずね、久々ぶりで、はい、皆さんも見てもらったら分かるように、ね、私もあの最初の歌で振りも間違えましたし、ね、さっきね、衝突しましたし、ね、ここからちょっと、なんか歌いますから、まあ、ちょっと気を引き締めていきましょう、ね、はい、はい、では、もう早速次の曲に行こうかなと思います。我々の歌の中で、あの笑顔という曲があるんですけれども、あの、はい、漢字がね、咲く顔と書いて、花が咲く顔と書いてね、あの皆様の笑顔が花が咲くようにこう周りの人も幸せにしていければ良いんじゃないかなと、まあ、熊本の今回ねチャリティーイベントも兼ねているということですので、あの、はい、皆さんで元気にしていきましょうという思いを込めて、笑顔という曲をお送りしたいなと思います。はい、では笑顔と参ろうか。はっ、僕らの力で続いていく。
笑顔という曲をねお送りさせていただきました、はいはい、もう完全に終わる空気感出てますけど、はい、終わりません、まだ終わりませんからね、まだ終わりません、まだ終わりません、はい、先ほどもね、あの熱盛が言いましたけど、神戸イケメンとは普段7人で活動しておるんですけれども、はい、我々神戸で活動を始めて、はい、なんと先月末で5周年を迎えることとなりました。ありがとうございます。聞き忘れちゃった ね、5周年我々迎えたんですけど、あの神戸清盛隊って今まで知らなかったよっていう方はこの会場の中に正直に手を挙げていただければと思うんですけど、まあ、初めて見るよ、ね、はい、まあ、前すらも知らねえよバカ野郎みたいなやつ、ね、お姉さんもそうでしょ、はい、いいですよ、降ろさなくていいですから大丈夫ですよ、もうね、はい、5年やってるんですよ。そう結構ね、はい、続いてる方ですよ。そうね、あのメンバーも誰一人としてね変わらず、ね、平野に帰ることなく頑張ってますからね。そうね、はいはいはい、そんなね、我々も今年の春に CD を出しまして、はい、インディーズランキングでそれがなんと8位を織り込んでいただくことになりましたね。ありがとうございます、はい、応援のおかげだなと、ね、つい先日までね、インストアライブを回ってまして、はい、ね、大阪の方でね、梅田のね、ロフト前とか行きましたね、はい、で全8カ所回りましたね、はい、結構いろんなとこ行きましたよね、ね、いろいろ行きましたね、本当に ね、はい、楽しかったですね、楽しかったね、はい、はい、その話まあ、その曲がですね、普段7人で歌ってるんですけれども、はい、まあ、今日は3人しかいない、はい、この3人が花組という組なんですが、今回は、その花歌という歌をですね、はい、なんと花組バージョンで初披露ということでね、このタイミングで、はい、させていただこうかな、はい、緊張以外ないっていう感じですね。もう振りもぐちゃぐちゃになるかもしれませんけれども、ちょっと頑張りましょうか、ね、はい、ね、はい、ということで、はい、では最後の曲になりますが、はい、はい、皆さんに花歌花組バージョンをお届けしたいと思います、では花歌と参ろうか。はっ、誘われて見上げる空、白い雲、昨夜かぐわしき花、浮かぶ姿は煌めく星の美しい、聴いてくれこの切なる望みを、君の腕に包まれて眠りたい、見つけてくれその果てない瞳で、吸い込まれそうなほど愛おしくて、I'm not afraid to die.
うらら散るやびやびやかに花の風にさらわれて水面彩る花いかだ散るや麗しき花うらら咲くや散りゆくや浸る日にただひたすらに一つ一つ輝いて咲くや誇らしき花いやすごいあの楽しかったですけども、はい、まだこのステージ、はい、というかそのイベント自体まだ始まったばっかりですので、はい、あの皆様にはこれからどんどん出てくる皆様方、はい、楽しんでいただいて飲んでいただいて食べていただいて、はい、いろいろこのイベントを楽しんでいただけたらなと、はい、そしてなんと我々がもう一回出てくるという話がね、そうです、16時何分でしたね、16時10分、はい、再びね、はい、こちらのステージでまたさせていただきますので、よろしくお願いいたします、はい、みんなでワイワイご一度ね、盛り上がれればよいかなというふうに思ってますので、はい、ぜひぜひまたお集まりいただければなと思います、はい、そうです、あとね、私たちブログやツイッターなどもやってますので、普段7人での活動などそちらでも見れますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください、よろしくお願いいたします、お願いします、もう伝え漏れたないですか、はい、大丈夫でしょう、はい、では皆様、港神戸酒フェス2016この後も存分にお楽しみくださいませ。以上、神戸清盛隊でございました。ありがとうございました。では参るぞ。